はい、皆さんこんにちは、 MG でございます。本日はですね、ターボディスマウントというゲームを実況プレイしていきたいと思います。なんかですね、このゲームめちゃめちゃ事故るらしいなんかね、棒人間を乗せて普通に走ろうとすると事故るらしい。ちょっとね、意味がわかんないから早速プレイでやっていこう。うん、ザ・オリジナルクラシック。ほう、じゃあやってみよう。どんな感じ。うえっ、うえっ、あ、乗り物が選べんのね。なるほどなるほど。あ、普通のお車から、はい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 、なるほどね。他には、あー、なんかいろいろできるんですね。じゃあソファーでも乗ってみる面白。あ、人選べる。ミスターエゴ、ヘイミスターエゴ、すごいな。んー、じゃあミスターディスマウントにしましょう。あ、坂の角度も選べる。へえ、すげえ、このゲームはね、すごい。んー、じゃあめっちゃいいよ、じゃあこれにしよう。ブンブンブー、いけ。お、カメラの位置が変えれる。うおー、やべやべ、いけ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 、ノーごめん、謎のカウントダウンが始まってるし、えごめんな、僕何にもコンプリートしたつもりはないんだけれども、なるほどなるほど。じゃあセレクトレベルね、これね、何もね、僕コンプリートしたつもりにはなれなかった。ここはね、真面目にやっていこう。お、いい街じゃないか、素敵ですね。ここはね、真面目にやっていこう。じゃあまずは車、うん、じゃあ一番スタンダード、いや、じゃあここはバイクにしよう。多分はやぶさのことでしょう。で、坂ですよね。うん、オブジェクト手前には、いやー、何しよっかな。爆弾的なやつもなんかありそうだな。よし、じゃあボーリングしよっか。ボーリングボーリングガッシャンコンしたと思ったら、次のところでジャンプしましょうよみたいな。うーん、じゃあクォーターこれくらいでいいでしょう。じゃあレディー、いーくーぞー、いけ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 、おごめん、待て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 、これクリアなの。いや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 、うん、行くよね行くよね行くよねなるほどなるほど。これね、何がクリアで何がクリアじゃないかっていうのはさすがにわからない。お、先に進む系男子ね。ちょ、ふかうるさい、ふかさないで。なるほど、まっすぐ行きますよーってことね。はい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 。んじゃあここに手前のオブジェクト、ここでもうね、大ジャンプ決めちゃおうよ。これぐらいのね、角度いいと思うよ、個人的に。これでどこまで飛ぶか実験してみようぜ。うわんうわん、ぼえー手前でこけるんかい、手前でこけるんかい、手前でこけたくせに、手前でこけたくせに、なんかハイスコアとか言われたんだけど。ちょっと待って、もう一回やらして。ちょっとね、それはね、悔しいわ。さすがに今のはね、悔しい。いや、でもやっぱ違うステージ見たいな。なるほど、なかなか面白そうですね。あ、いいんじゃない、これ何もオブジェクト置かないでこのまま行っちゃおう。ウェイ、いけー、うわーごめん、もうやばい、笑いすぎて喉が痛いごめん、何がハイスコアなのかっていうのもちょっといまいちわかんない。これさ、一回めちゃめちゃスタンダードなステージに行ってみて改めてやってみよう。いや、ごめん、これ坂が高すぎるな、さすがにな。じゃあ普通の坂を置いたところに、ここにね、あえてここにロードダンプを置いて、ここをね、うまくいけるかな。ミニフィールドでもやってみましょうか。じゃあレディーで、いいね君、いいね君、めっちゃいいキャラしてるよ、バカだねいいね、それでいこうじゃん、いけー、おーおー、いや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 待って、これはいいのかい、いいのかい、これ成り立ってるのかな、この人としては
これさ、みんな知ってる？このターボディスマウントっていうゲーム。みんなさ、このゲームもし知ってたら、あの MG さんにね、正しい遊び方を教えてほしい。お、南国？いいじゃん、南国。ちょ、バイク飽きたわ。トーケンバードで、どういう風に乗るんですか？なるほどね、いいですね。いや、これさ、まさかさ、このまんま行ったらさ、変なことにはならないよね。それがちょっと気になるわ。おお、なんもないパターンね、なんもないパターン。オッケーオッケー。じゃあ、どこまで速度出るか行くか。いくぞー、ポニゲー。おお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 ちょ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 大事故だよ、大事故。どんな事故の起こし方するんだよ。はっ、待って、これさ、分かった分かった分かった、ニューハイスコアを出すのは分かったんだけど、何を僕は求めればいい僕は何を求めてこの人をいたぶればいいの。これやばい、これやばいな。でちょっとバード行きましょうか。バード可愛いんでね。でちょっと過激な乗り方とかしちゃって、ちょどんな格好だよこれ。やめてよね、まったく。おお、なるほど、ここにオブジェクトを設置できる。うん、じゃあこのオブジェクトでですね、ちょっといい角度に飛ばしましょう。これですね、行こう。どんな角度で飛ぶかな。行くぞ、ポー人間ゴー。テーテレッテーン、テーテレーン、テーテレ、ちょちょちょもうさ、飛ぶ手前の問題なんだよね、それってね飛ぶ手前の問題なんだよね、この人ね。じゃあもう一回見てみ、これすごいよ。いくよ、飛びじゃん飛びじゃん飛びじゃん。もうさ、飛ぶ気ないよねあのジャンプ台から飛ぶ気な。これやばいぜ、これやばいぜこれは過激なステージになりそうだ。じゃあここはあえてなんかちょっと飛びそうな飛行機して、お、かっこいい、行ってみようよ。よいしょ、飛ぶよ飛ぶよ飛ぶよ。うん、すごいよ、すごいすごいけど、ブーストいつかかるの？くはははは。なるほど、もう一回やれ的だね。よし、行けよ。お、フルスピード。オッケー、行ってまーい。いや、あのさ、もうちょっとこう、なんかね、いい感じになんかさ、ジャンプしてさ、止まってくれたりっていうのは、ないんだね。ただただ地面に突っ込んで死ぬっていうちょっとね、もうちょいちゃんとした感じがよかったな。じゃあ次はですね、おっ、ヒール・ザ・ファン、いいですね。行きましょう。ここはちょっと乗り物変えましょうかね。一回、まだ車一回も乗ってないんでね。いいじゃん、パトカー。なんかマスタング、リンカン、昔のリンカンタウンカーみたいですね。知ってる人いないよね、ごめんねじゃあここにね、お、いいじゃん、メガウォール。おい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 。じゃあさ、何枚壁を貫通できるか試してみようよ。行こう、行ってこーい、一番もうさ、涙出てきたんだけど、もう涙出てきたわ。さすがにね、ここまで何壁がね、クリアできないと思わなかった。じゃあここに壁でいいっしょ。これならいけるよ。だってさ、こんな距離あるんだよ。いや、あえてここはもう最高加速のバイクで行こうよ。これでどこまでいけるか。よし、行くぜ。いけー、ぶっ壊せー自分が壊れてどうするんだよ。でもね、なかなか面白かったです。はい、ということで皆様、最後までご視聴いただきありがとうございました。今日はですね、MG さん人生初のターボディスマウントということで、いかがだったでしょうか。このゲームですね、なんかすごく面白いんですけど、いまいちね、楽しみ方がわからない。いまいちね、楽しみ方がわからないんですけれども、ただただやっててひたすら面白い。
といった感じになりました。すごくね楽しかったので、ぜひ皆さんもやってみてください。今日の動画良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。じゃあ皆さん、また明日お会いしましょう。バイバーイ。